にちは、メリップの元木です。そして、はい、和心のロゼです。はい、和心よりロゼ選手に来ていただいてます。スタートからありがとうございます。はい、初っ端からお邪魔しております。はい、本日はですね、波動のアドバンスカップシャープ6という大会をここはですね、サードプラネット横浜本店さんよりお届けいたします。はい、本日ですね、ちょっと、機材トラブルによりですね、生配信ができなくて、これは録画で、はい、お送りするという形になってしまいました。申し訳ございません、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。まあ、今日は僕の、注目するチームとしては、はい、分かりますか。今日はエクスペンダブルズさん、はい、やっぱり大会常連なんですけども、うん、そうですね、ちょっとここ最近というか前回かなり成績振るわなかったとはいえ、うん、はい、ソプラティコを最後の日に僕ら練習をさせてもらったんですけれども、はい、もう相当なちょっと気迫と気合に満ち溢れた、はい、ちょっとかなりものすごいものを感じて、正直あの時のエクスペンダブルさんなら正直もう敵はいないと思います。今日のメンバーにあの本来のエクスペンダブルさんの力がぶつかればもう敵はいないんじゃないかというぐらいの勢いを、うん、なるほど、だいぶ仕上げてきてる感じさせます ね、 すね。ただ相手チームこのローニンズがですね、はい、ちょっと言い方あれかもしれないですけど、翔くん昨シーズン、はい、だいぶ昼組で躍動した新人王とも言われる翔くんの双子の、はい、お兄さんの、まあ、そっくりですよね、龍選手が、はい、上下今黒い選手ですね、はい、見た目が本当にそっくり で、はい、であるだけじゃなくてですね、実はかなり僕昨日ちょっと練習を少しだけ拝見させていただいたんですけれども、波動のなんていうんですかね、感覚センス動きというものがですね、ちょっとかなり卓越したものを持っているなというふうに僕は感じました。やっぱり引き合いに出すのはちょっと嫌ですけど、本当に翔くんを感じさせるような動きだったり、もうそれを凌駕するぐらいのセンスがある選手だと思うので、ちょっとここは注目ですね。そのチームとしてのエクスペンダブルズに対して龍選手の動きもちょっと注目していただきたいローニンズですが、ちょっと名前も気になるローニンズですけど、はい、今日はですね、ローニンズ（仮の仮）っていうねチーム名でエントリーしますけど、ちょっとね本当は紛らわしいんでローニンズって呼ばさせていただきます。呼んじゃいますけど、本当は大丈夫なんですかね、はい、これ本当はね大丈夫っぽいですよね。ローニンなのかな、ちょっとね、そうあってほしいですけどね、ちょっとね分かんないですからね。さあ、エクスペンダブルもう集中してますね、かなり。はい、ローニンズの方は、まあ、先日ビギナーズカップ勝って、そうですね、優勝で、はい、あのまあ公認チーム一歩手前みたいな、まだ登録前っていう状態なんですけどね、はい、そこでちゃんと大会にエントリーしてくれるのは嬉しいですね。はい、なんで、そうですね、公式大会というかビギナーズカップ以外は初出場ではあるんですが、ただね実力的にはだいぶ持ってるんじゃないかなと。ここは一層エクスペンダブルズに食らいついて、そうですね、ちょっと、まあ、どこまでこの、はい、力エクスペンダブルに対して通じるのかっていうのは相手もかなり興味ありますね、このメンバーですからね、はい、はい、それでは試合の方お願いしたいと思います。いきます。さあ決まります、エクスペンダブルズ対ローニンズ。さあプレイヤーナンバー5番の龍選手注目ですね。さあ右と左に、はい、シールド展開してきますね、硬いですね、シールドを出してきます、はい、さあリッキー選手が1、3、5、そして、これはプリン選手ですかね、2、3、4ですね。さあこのシールドが効いているのか、得点が伸びていますね。そうですね、この間に、ね、やっぱ取っていきたいところですね、セントリアとしてはリュウ選手が、そうですね、一人アタッカーを、アタッカーですね、なので、さあただこのリュウ選手が捉えてしまう。ただシールドの出し方、出す場所はうまいですね、しっかり、ね、さあここで取っていった、あこのシールドを製造している間に龍選手いくら取られるかというところですが、2点と、
後ろで1枚のユウヤ選手これ抜けないですね。ちょっと攻撃の手が少しやっぱり少ないので、はい、ずっと生かして球を放たれてる状態になってしまっております。ですね、さあここでもうシールドもなくなってきたところでしょうから、あと20秒、さあここからねどれだけ粘れるか。ただ点取ってますよ。まあ、ただいいですね、取れてます。あと10秒で2点差まで詰め寄ります。さあただ追加点はエクスペンダブルズ、これ試合終了、10対6でエクスペンダブルズ勝利です。ただそうですね、そしてこのロンズの作戦がちょっと面白い作戦ですね、はい、そうですね、まあ、上位相手なんでやっぱりこう正攻法でいっても難しいっていうところで策を使ってきたっていうところでしょうかね。で次の試合が性別迷子対アリスタンテですかね、はい、アリスタンテの方もこれは初出場ですかね、大会自体がもう、はい、アリスタンテの方はですね、かなりシャッフルチームですね。なるほど。なんでアリスタンテは、何語って言ってたっけ、スペイン語かなんかで、はい、即席って意味らしいです。あーなるほど、はい、かっこいいですね、即席チームとそのアリスタンテのバックには元ヒブリスのアンディ選手の姿が出てますが、はいすねはい、これはプレイヤー登録はされる、あ、してます、はい、されてるんですね、はい、これアンディ選手が久々の実戦から離れてしまって、はい、でまあでもエンジョイ波動とかは、ね、結構プレイはねエンジョイ波動等でしているところは見ているので、はい、ただこの試合は出てこないですね。まあ、そうですね、はい、あそして性別迷子が、はい、ポン選手、アンテカ選手、そしてユッキー選手ですね、はい、かなり元祖性別迷子に近いようなメンバーですね。これも性別迷子が勝つと小時さんが喜ぶっていうあれがあるのでちょっと頑張ってほしいところがありますね、はい、昔からあるチームなんかつ、あと盛り上げに関してはちょっとパフォーマンスっていう面ではやっぱり性別迷子に勝ってほしい、まあ、そうですね、勝つと盛り上がる、まあはい、あとはちょっと東海選手今日いないですけど、うん、彼は僕はドラマ作りがち選手だとただちょっとどのぐらい今の環境をアドバンスカップに、はい、性別迷子どの位置に入るのか、この新しいチームはもう全然負けないぞっていう感じなのか、ちょっとそこは気になりますね。そうですね、まあ、まあ、いたら即席チームで勝つ、ね、まだね、あの公認チームになっていないような、プレイヤー多いですからね、はい、性別迷子負けられないところだと思います。ファイト。さあアリスタンテ対性別迷子の試合、さあ先制点、性別迷子取っていきます。でシールドも展開してきましたね、はい、アミー選手、2、3、3、2と2ですね、ね、で、3、3、3、1、4、3、2、1と全員違ったステータスで挑んできているアリスタンテに対して性別迷子は全員3歳や3位、はい、おっと点数同点ですね、さあ、さあ、さあ逆転まで持っていくアリスタンテ、しっかり4枚抜き上手いですね。さあただすぐ取り返す性別迷子、しっかり試合中に声掛けができているあたりはやっぱり既存チームの実力といったあたりですかね、性別迷子は、はい、ただまだ1点差のままですね、はい、さあラスト30秒というところで4対6、2点リードの性別迷子、さあまだまだ追いつける点差ですが、さあここでシールドを貼ってまいりました性別迷子、さあまだ2点差でも分かりません、まだなかなか点差縮まりませんが、性別迷子、さあここで並んでいく、さあ1点取り合って8対8、さあゴール、おっとこれはあいい試合ですね、最後なかなか2点差が縮まらないところでしたが最後トントンと取って、そうですね、さあアリサンデがドローオーバータイムマッチまで持ち込みます。さあ
最初に1点取った方が勝利です。さあ立ち上がり取っていった性別迷子、いい抜き。さあここら辺はやっぱりちょっと試合経験の差出ちゃったところありますかね。いいですね今のは、はい、そこ4オーバータイム4枚抜きすごいですね。そうですね、やっぱこのオーバータイムの立ち上がりの集中力というか、ね、その辺の差はやっぱ出てくるかなってところありますね。やっぱりそうですね、ちょっと動きどうしようって思ってる間に、はい、この的確にやってくるあたりは性別迷子今日はあるんじゃないですか、何か。はい、まあ、しっかりと四角からね、斜めで打っていた一発でしたね。さあ、お待たせいたしました、次の試合バグブロ対金寄さんの試合です。これもまあ言ってしまえば本当に実力も固まってきて、はい、チームとして形を成してきた花より酒と、さあ新しいチームですがしっかりエンジン組んでますね。いいですね、いいですよ、気合が入ってますねバグブロ。さあいいですよ、かなり気合入ってますね。気合入ってますね。三井選手とかなんだろうね、やれや、三井選手とかなんだよ。これはちょっと注目していきたいですね、バグブロの戦いぶりも。さあそれでは全員エントリー揃っております。それでは試合の方を開始いたしましょう。いきます、バグブロ VS 花より酒の一戦、ファイト。さあいきなり狙っていきましたが、花より酒が先制して、ステータスは全員で3-3-3-1で、花田選手が2-3-4-1、それが全員3-3-3-1というパラメーター。あーうまいですね、やはり強いですね、はい、しっかりと序盤から点数リード広げています。さあバグブロも1点返す、点差開いていきますね。さあ攻撃の手が止まりません。はい、あなかなか点数取れないですね、バグブロ2点止まり、うん。ああシールドもやっぱり壊す速度遅いですよね。そうですね、はい、バグブロの方もやっぱり弾集めてしっかり壊していきたい。ちょっと残ってしまってますね、点差開いていきます。非常にねバグブロの方動きは良さそうに見えるんで、ね、はい、あと何か掴むとやっぱり変わってくるのかなというところはありますが、はい、20点に、ああこれ試合終了5-22、おっと思ったより点数開きましたね。すごいですね、強かった花より酒。ありがとうございます。いやちょっと点数の伸ばし方も本当にトップチームっぽくなってきましたね。そうですね、この20点、いや安定感もすごいですよね。はい、続いて第2クオーター第2試合です。でそんな話をしている間にまた次が、ネメシス対チャリオット、これもかなりちょっと今日の中では注目のそうですね、カードじゃないですか、ね、はい、もうアドバンスカップ常連といいますかね、はい、前回優勝をかっさらっていった、はい、そうですね、ネメシスとあの準決勝でネメシスに負けてしまったチャリオットとの再戦と、はい、そうですね。ネメシスも調子いいですからね。そうですね、はい、前回のアドバンスカップで優勝タイトル、ね、はい、獲得というところで本当に実力が板についてきましたね、うん、ちょっと前回は他のチームの話題でちょっと盛り上げすぎちゃって申し訳ないなというぐらいに遺憾なく実力を発揮してましたね。はい、ただ前回のその3位決定戦チャリオットはシールドを貼られる作戦でやられているので、うん、ここでももうすでに相当な読み合いがちょっと両チーム間で発生している状態だと。そうですね、ネメシスは結構いろいろ作戦持ってますからね。そうなんですよね、それもちゃんとこなしてくるのです、作戦がちゃんと型にはまって勝ちを取れるので本当にもうアドバンス用のまま2連覇いくぐらいの、うん、実力、チーム力がありますね。ただチャリオットにもそこはちょっとリベンジを果たしてほしいというか。そうですね、チャリオットの練習量は半端ないですからね。そうなんですよね、はい、
いつ追い抜いてもおかしくないぐらい、やっぱり伸び率が高いチームです。チャリオット先制点取ってきました。矢田選手1、2、3、4シールドしてきています。3、4ですね。はい、ただシールドようやく今1枚目を出してきた感じですね。残り60秒。その間にカブトムシ選手が点数取っていきたいが、割るの早いですね。いいですね。はい、さあ2枚目ですね、出してます。さあじわじわとただネメシスが追いついてますね。ここで追いついてる間のシールドの処理っていうのが、はい、ここかなりこちらの処理になってきますが、待って、さあ後半戦40秒、第5、さあ追いつきます。さあただすぐ取り返すチャリオット、いい試合、あ追いつきました。あでもまだ、あチャリオットがここで2点取ってシールド張りましたね。はい、2点リード、8対6。あネメシスもここやっぱ追い上げがしっかりしてますね。はい、ここで同点追いつきました。さあ次の1点どちらに入るのか、1点がどっちにも入らない。さあネメシス取った。さあこのまま逃げ切るか、さあ追加点もネメシス、あここでさあ1点返したものの、ネメシスが逃げ切りました。いやネメシスの勝利です。惜しいというかかなり激戦でした。かなりの接戦でしたね。いやチャリオットの実力が上がってきているというのがもうだいぶ前半4点連取してこれいけるかと思いきや、でもやっぱりシールドを満足していたみたいですね、ネメシスも。あそしてでこのカードも、はい、エクスペンダブルズ対花より酒、注目ですよ。この2チームはもう切っても切れない、うん、因縁がありますからね。アドバンスカップではもう何度も戦ってますし、まあ昨年のワールドカップ最後の、はい、切符をかけた戦いでもね、死闘を繰り広げられた両チームですが、そうですね、はい、さあ終始ニコニコだった花より酒に対して、うん、かなり集中してますね、集中した様子のエクスペンダブルズ。やっぱりね、こうずっとねこうなんですかね、ワールドカップとかサマーカップとかの本戦ずっと出場してきているエクスペンダブルズにとっては、そうですね、本当はここで負けるわけにいかない、こんな、ね、レベルの大会で負けちゃいけないという気持ちが強く持っていると思います。さあ対して花より酒としてはね、アドバンスカップ悲願のタイトルというのを、ね、獲得を目指してます。それでは紹介しましょう、いきます。さあ始まります。さあエクスペンダブルズ対花より酒、それでは参りましょう。ハードオフファイト。さあいきなりカナカナ選手狙われてましたけど、なんとか生き残っています。はい、1点2点取った。あいいですね、エクスペンダブルズ声が出ています。うん、そうですね、声かけが非常に狙いを集中させるための声かけが機能してますね。さあいいですね、勢いを完全につけていますが、はい、あ5対1、4点リード。さあただこの雰囲気に飲まれない花咲も見てますからね、はい、前の試合で花咲結構後半やっぱ伸びありますから ね、曲げてでも追いついてオーバータイム持っていくっていうのも何度も演じてますから、間違いです。さあここでこの試合もいけるんじゃないでしょうか。ここで伸びてきます。はい、さあここで追いつく、やはり後半強い花咲。あただね、エクスペンダルのここからしっかりとね勝負強いですから。残り時間は20秒。さあここで2点差まで広げるエクスペンダブルズ。さあいいですね、あ今カナカナ選手への球を集める声かけも飛びました。さあただ8対8、同点。さあ次の1点どちらに入るのか、オーバータイムなんか、さあおっと花より酒が2点取っていった。さあ逃げ切れるか花より酒。さあ終始リードを奪っていたエクスペンダブルズなんですが、最後最後同点から2点ポンポンと8対10まで持っていった花より酒。
声をかけられても当たらないなと。そうですね、すごいですね。もうダブルズとしては悔しいな。アリスタンテ対、ネメシスですね。さあアンディ選手ここで一つ注目ですね。ワールドカップ2017からスプリングカップサマーカップと経験してきた選手ですから。ただここは膝当てをしていますが、これジーパンでの出場ですね。さあただその実力はヒブリスで活動していたのは確かなものなんで、ここはもうネメシスに対してもアンディ選手が主導していって倒すのか、このアリスタンテの、はい、これアリスタンテは今日だけなんですかね、それとも今日だけですね。今日だけですね、はい、ここからでももしかしたらこういうきっかけでチームが生まれることとかありますもんね。やりやすいなって思って、はい、一緒にやってくれみたいな。ブルーズ対応のデビスという試合を開始します。両チームともに、ね、お願いします。スタイルの田中選手です。アリスタンテの手前のマコット選手もさっきちょっと MC の円さんに触れられてましたが、炎上波動とかにやっぱりちょいちょい、そうですね、来てたり、さっきも4321かなんかを操ってたんで、全然その初心者ではないというところで、終了ですね。アンディ選手の指示かは分かりませんが、サイドはチェンジしてきましたね。はい、はい、それでは試合の方を開始したいと思います。始まりますね、アリスタンテ対ネメシスの試合です。ネメシスの試合です。参りましょう。ハードファイト。ハデス選手が4321 で、ね、でそれ以外が全員3331というパラメーター。さあネメシスがここはしっかりリードしてくれたね。さあアンディ選手が若干センターで前に出てくるというような、そうですね、ワントップみたいな形ですが、しっかり捉えていきますね。ネメシスやっぱり上手いですね、はい。さあここでジオン選手を1枚、あー残したが、ここ上手いですね、ジオン選手1枚。さあ、リスタンテの方もしっかりと、ね、点取っていきますね。さあ、2点差。さあ、しっかりここでシールドを集めていきますね、ネメシス。非常に上手ですね。さあ、逃げ切り体勢、ネメシス徐々に作っていきます。さあ、ただなかなか次の1点入らない際、ネメシスが1点取っていきます。6対9、3点リード。あー、やはりここ後半は点数取っていきます。ネメシスが勝利。6対11、ネメシスの勝利です。さあ、6対11でネメシスが、そうですね、取ってますね。最終的には、マクランにしっかりと勝利を収めたと。アンディ選手が前に出てきたら、はい、やっぱ1人前にいると、前の選手に集中しがちなんですが、しっかりサイドの選手を KO して前の選手だけじゃなくてしっかり捉えつつ、最後のあの逃げ切り体制に持っていく感じはもうまさに上の方のチームの戦い方みたいについてきましたね。はい、さあ次の試合が、ローニンズ対、バグブロですね。ここもちょっとどっちのチームもここは勝っておきたいでしょうね、うん、ここは始めたて結成したてのチーム同士っていうところなので、はい、ちょっと多分何も言わずとも内心そうですね、かなり両チームとも燃えてるものがあるんじゃないでしょうか。選手の
フォームというか佇まいがやっぱり似てますんですよね、ショウ選手に。あんまりちょっと、ね、頻繁に引き合いに出すのもちょっとどうかと思うんですけど、立ち姿というか波動、デバイスをつけた時の雰囲気というのも、ていうか普通にショウ君出てても、いや、そうなんですよね。すごい似てますよね。僕も本当に昨日翔くんと練習させてもらった時に、はい、翔くんに何かこう、あれ、これあげるよって言われて、僕は龍くんすごく慣れ慣れしいなって言ったんですよ。そしたら本当に翔くんですごい申し訳ない気持ちになっちゃって、うちの津軽三味線も間違えてました。みんな間違えてました。いや、間違えましたね。せめて髪型とか分け目とか変えてほしいですね。すごい似てるんですよね、それも。ただやっぱそれ、そのまま波動センスというものも多分同じぐらいあると思う。僕は注目していただきたい。さあ、なんかじゃんけんで決めてますね。フォーメーションもじゃんけんで決めてましたね。すごいですよ、じゃんけんが見えました今、これが。さあ、バグブロ今回もしっかりとエンジン組んで気合を入れました。はい、では30秒です、終了です。はい、では全員ここもちょっと注目の試合ですね。そうですね、さあ始まります、バグブロ対ローニンズ。それではいきましょう、スタート。ファイト。そう、先制バグブローに入りました。あ、そうですね。さあ、プリン選手が3241、そして、バグブローの方、ボボタ選手が2341と。あ、スコート外、ショウ選手からもローニーズの声が上がってますね。ただバグブローが2点リードですね、いい展開作っています。はい、今の角にシールド貼るっていう動きは、うん、うまいですね。うまいですね。しっかりといろんな試合を見て研究しているような、そうですね、動きなんか見えますね。はい、ですが、まだ1点差、2点差ですね、まだ分からないです。はい、さあ、先ほどはシールドを対応してきたローニーズですが、今回は全員アタッカーでしっかり攻めてますね。攻めてますね。さあ、ただ点数広がりました、8対さあ、いいですね、9対5、4点リード、バグブロー。さあ、ラスト20秒。さあ、まだ分かんないですよ。さあ、そうですね、さあ2点差で詰め寄るローニーズ。さあ、ラスト10秒、さあ1点差。さあ、次の1点差で行くか。あ、追いついていく。追いついた。さあ、これは盛り上がってます。さあ、バグブロが1点リード、どうなる。さあ、もうかなりの激闘でした。さあ、これはかなりね、ドラマティックな展開でしたが、見事バグブロがアドバンスカップで初勝利。いいですね、41m、 これ、うん、このコートで 41m のムービングがすごいですよ。続きまして、さあ次がチャリオット対性別迷子。迷子ですね。これのブランコの出身です。あ、いいですか、これちょっとピンカメラします。いいですか、ちょっと、はい、ちょっとね、ロジェ君からお知らせがあるんですけど、はい、本日ちょっと、はい、この和心賞、ロジェ君賞というこの金一封っぽいものがあるんですけど、さすがにちょっとこれは、はい、メリップさんにお任せするので、この和心賞、ロジェ君賞っていうのを僕の独断で、はい、ちょっとプレイヤーさんかチームの方に、なるほど、授与したいと思います。和心賞はチーム？あー、いや、もう全部僕の独断で。あ、もう個人、はい、個人で。ただ、これトゥルンさんからちょっと預かってきた、はい、ロゼ君の独断でこれは渡してくれというふうに言われたので、ちょっと非公式ですけど、はい、頑張ったチーム、いい、ね、僕がいいなと思ったチームに。ただ、あの金一封ではないので、そこだけ、はい、そこはちょっとお願いします。はい、じゃあ絶対ね、誰を選ぶのか楽しみですね。ちょっとチームとしての活躍が良ければチームに、もうプレイヤーとしてこの人光ってたなっていう人がいれば、なるほど、あとは単純に1位のチームに上げてきてもいいよというふうになんかゆるゆるな
指令をいただいたので、ちょっとそれも兼ねて僕は今日お邪魔しているんですが、やっぱり新しいチームは見てて楽しいですね、うん、ただそこの戦いとこの上位層の戦いと2ポイント、はい、今日は見ていきたい、はい、それでは試合を喋っていきます。次の試合がチャリオット対性別マイルス試合です。性別マイルスによる試合です。それでは参りましょう。ハローファイト。さあ右にシールド貼ってきました。これ硬いですね。硬いですかね。やや硬いですね。2-3、2-3-2、ね、で性別マイルスはリードを取ってくる感じですか。さあ、セベツマイゴ調子いいですね。1対4、2対4、2点リード、セベツマイゴ。ああ、ただここはしっかり取ってきますね。はい、ああ、でもしっかりちゃんと球集まってますね。そうですね、はい、A 選手を封じようという動きが見られますが、その間に同点まで、さあ逆転まで持っていかれてしまう、セベツマイゴ。さあ、ユキ選手1枚で逃げ切って、ね、逃げ切って点数取っていきたい。さあ、いいですね、ユキに粘ってます。あー、ここで取られていく。あー、ここでね、ユキさんどこまで粘れるか。さあ、抑えた、一番いいタイミングで抑えましたね。はい、これは熱い展開になっています。さあ、次の1点はチャリオットに入るが、すぐ取り返す。さあ、次の1点入るのか、そのままオーバータイムに持ち込むのか。さあ、どっちに入るか、入った。入っていった性別迷子。さあ、これは今日ありますよ。これは今日はいいですね。やってますね。あ、素晴らしい。さあ、ギリギリ最後1点もぎ取ってきましたね。さあ、チャリオットとしては悔しい。いやちょっとこれはわからないですが、もしかしたらちょっとオーバータイムになったなというふうに判断してしまったのかもしれないですね。ちょっと最後、何か 0.0 秒というか、ちょっとした心の隙が変わる瞬間かなと。そうなんですよね。本当今のこれスポーツ競技のこれ面白いところですね。本当にブザービートといったらあれですけど、本当にギリギリフィニッシュの文字が出るまではわからないと。焼き抜けないですよね。さあ、マグブロの方もしっかりと、そうですね、演じ組んでます。さあ、先ほどそうですね、いい試合を制したマグブロ。さあ、今回ね、一番ランキングの高いエクスペンダブルズ相手に、さあ、どういう戦いを見せられるのか。はい、それでは試合を開始いたしましょう。行きます。エクステンダブルズ VS マグブロの試合です。それでは参りましょう。ハロー、ファイト。さあ、おっと、ダブル4枚抜き、両サイドからのダブル4枚抜き出ましたね。さすがといった感じか。ものすごい戦例。さあ、宇野ちゃん選手が4-3-2ですね。しっかりと捉えてシールドを張っていきます。この戦い方、さあ、かなり点差が開いてしまってますね。やはり強いエクスペンダブルズ10-2、8点リード。今もエクスペの4枚抜きに対して後ろでユウヤさんがしっかり点を取られてますね。マグブロが意外とただただ取られる展開ではないようにちょっと見えます、はい。さあ、ただうまいですね、ここら辺は。一気に2点差、3点差つけていきま す、ね。さあ、ラスト20秒、15-7。ただ7点しっかり取ってきてますね。あ、やっぱり4番のロト選手が非常にヒットレートが高いんですけど、球数がね、やっぱ出せてないっていうところがあるので、宇野ちゃん選手がうまいですね、しっかり捉えてます。封じられてるところがありますね。さあ、しっかりリードを持っていったエクスペンダブルズが勝利。さあ、ただ後ろの桃田選手はプラス3040ポイント、はい、うん、そうですね。はい、まあ、桃田選手非常にいいですね、いいプレーは見せましたね。ただただ取られ
っぱなしっていうわけではなくて、しっかりちょっと取るところ取ってきてるようなですね。ブルーサイドチャリオット。ちょっとね、この大会にかける思いかなりチャリオット強いんじゃないかなと思うんですが、思いが強いと思うんですが、ね、苦しい立ち上がり2連戦になってしまいました。ここはしっかりね勝利を収めたいところですが、ただまあまあまだまだブロック次第なんで、ここちゃんと取ってほしいですね。もうここ決まっちゃってますね、第2ブロックの方は。ダメだ、はい、でももう2勝4チームしかいないんだ、ダメです。そうなんですよ。でもただちょっとここでもそうですね、まだまだちゃんとね、チャリオットとしては公認チームなんで、勝利がランキングポイントが関わってくるんで ね一つの勝利大きいですからね、はい、うん、勝つだけでもポイント入りますから、しっかりとねポイント持ち帰って、はい、そうですね、大会を終えたいところですか。ただこの勝てそうで勝てないっていうもどかしさは本当に僕らもうすごく痛感してきたので、そうですね、チャリオットどっちの1戦目2戦目とも1点差で1点差で負けてますからね。これは悔しい。両方とも9対10というスコアで、ただここはちょっと切り替えて、それでは試合の方を開始いたしましょう。試合を運んでもらいたいところですが、アリスタッド VS チャリオットによる試合です。参ります。ハードファイト。さあ、先制点、左を前で見てきました、チャリオット。さあ、ここでアンディ選手、1ターン3-3取ってきましたね。そうですが、ここ、岸本選手がしっかりアンディ選手のシールが硬いということを声出していますね、ここは素晴らしい。そうですね、しっかりとそこら辺見れてるのも素晴らしいですね、すごいですね、後ろから、はい、外野の声なく、そうですね、チーム内だけでそういったシールドの硬さ共有もできるのもすごいですね。さあ、ここでただアリスタンテがリードを奪っていく、4-3。さあ、後半戦40秒。あ、やはりこれはアンディ選手効いてるんですかね。そうですね、ここで最後のシールドを出してきましたが、ちょっと残ってしまう。なんかちょっともう少し早く処理できればリスでしたが、しっかり、はい、ラスト20秒、7-6、1点差。さあ、ここで追いつくチャリオット。さあ、アンディ選手のシールドなくなってからはやはりチャリオットの時間が、ね、ここでまくっていきます。さあ、ただ、ここが1点差が上がります、チャリオット。ここはしっかりと後半点数を伸ばしていって試合終了、7-12で、しっかりとチャリオットが勝利を収めていきました。しっかりまくってきましたね、あそこから、はい、シールドなくなったところで追い込むぞと。ただね、アリスタンテも予選最終試合、ね、はい、中盤まではねリードを奪う展開でしたからね。さあ、即席チームではありましたが、はい、しっかりと、そうですね、良かったですね、はい、うん、いい結果残してきたんじゃないでしょうか。アンディ選手はこのまま戦列復帰するのか、それとも、うん、見たいですよね。そうなんですよね、ちょっともったいないですよね、うん、やっぱり。さあ、ちょっと疑われていますよ。さあ、それではレッドサイド花より先の女性陣はこの若い子たちに甘いところを見せない翔くんもいるのか。翔くんも今、翔くんも来てるんですね。さっきローニーズに声掛けしてたんで、はい、本当に入れ替わってないか心配ですけど、入れ替わってでも本当わかんないですよね。いやちょっと仮に龍くんがすごく強くてもそこを疑ってはいけないという普通に龍くんも強いですよね。そうなんですよね、うまいんですよね、普通に強いですから。ビギナーズカップローニンズが出たときはかなりねぶっちぎりで勝ってましたからね。あそこちょっと見せてほしいですね、はい、ここローニンズ相手は強いですけども、ちょっとそれに屈しない。さあ、始まります第1ブロックの最終戦です。花より酒対ローニンズ、ハードファイト。さあ、球を打ち合う展開で、さあ、プリン選手が3人4インチというパラメーターですね。
やはり花より先へしっかり序盤から点数取っていきます。4対1、5対1、もう寄せつけない展開ですね、うん、ここは攻撃でリズムを作っていくと。いや、 やはり強いですね、花より先。強いですね、何の危なげもない試合運びをできてますね。さあ、ただしっかりとローニーズ点数取ってきてますね、8対4てます、ね、徐々に。さあ、的確にライフ1枚しっかりととどめを刺していく、ね、羽より先。あごでシールドをしっかり貼っていって流れを持っていかせないという試合運び。こういう展開もしっかりできますね、やっぱり。さあ、大量に取られてきた羽より先。さあ、ローリーズ追いかける。残り7点いけるか。残り時間10秒。いや、落ち着いてますね、羽より先。うまいですね、やっぱり。さあ、さらに追加点。こういう展開を作れる。しっかりとしたバーンジャックな試合運びで花より下げが18対6で勝利です。こういうもう寄せつけない展開を作るのも当たり前になってきましたね、花より下げは。さあ、 11KO、 すごいですね。18点中11点を取るという。さあ、先ほど第1ブロックが終わった結果により花より酒が1位通過、エクスペンダブルズが2位通過が確定しておりますので。なるほど、はい。次のネメシス対性別迷子、勝った方がエクスペンダブルズと戦い、負けた方が花より酒と。なるほど、準決勝、まあ、どちらも厳しいですね。そうですね、高い壁、はい、強いチームでありますが、ただ今日これもう性別迷子決勝リーグ確定、熱い展開ですね。いや、熱いですね。性別迷子久々のこう決勝トーナメントシーン。そうですね、これなんじゃないでしょうか、ね、ユッキー選手のやっぱりパワーが効いてますよ、うん、これは。ではレッドサイドネミシス VS ブルーサイド性別迷子の試合を開始します。両チームともにレッお願いします。はい、じゃあ高木です。さあ、この対戦決勝リーグエクスペンダブルズのユウヤ選手も見守ってますね。そうですね画面奥おりますが、さあ、いや、今日の勢いを見る限りではこれ性別迷子ありますね、全然。ありますね。両チームともかなりいろいろ話し合ってるこの30秒でありますが。そうですね、性別迷子もシールドを今大会見せてきますからね、はい、この読み合いはどうなっていくのか注目ですが。性別迷子としては、まあ、レギュラーである東川選手不在で臨、ね、んでますが、しっかりと結果残してきています。始まります。ファイト。ネメシス対性別迷子の一戦。さあ、いきなり先制点ネメシス取っていきます。抜いてきた、うまい。さあ、しっかりと抜いていきますね。4枚抜きを繰り返していきます。さあ、矢野選手が2-3-4-1。さあ、かたやアンテカ選手が2-3-4-1と、はい、パラメーター一緒ですね、はい、アシードプレイヤーがいない試合の展開ですが。さあ、1点ここで取られてしまったが、取り返し点5対1。さあ、ただまだまだ割るの早いな。さあ、5対2、3点リードネメシス。ああ、トマ選手も狙われてしまう。あ、シールドを張るタイミングも非常にうまいですね、立ち上がり、はい、しっかり防いできたりとか。さあ、大量リードですね、ネミシス。これたまらず前に出るが、それもしっかりケアされてしまう。10対2。あ、メミス全員残り1枚ではなかなか当たらない。あ、受けてますね、はい。さあ、ここで取ったセルフナイト、しかし大量リードのメミス、ここで10点差。あ、ここはやはりメミス、はい、しっかりと自力の差を見せてきたところでしょうか。14対4でメミスが勝利。やっぱ強いですね、いや、強いですね。しっかりしてますね。それでは、コリンティ予選が全て終了となりました。というわけで、予選リーグが全て終了いたしました。決勝リーグ進出の上位4チームを発表いたします。さあ、皆様一度開会式。さあ、フィールド上では、決勝トーナメント進出チームの発表が行われます。
第1ブロック1位通過全勝浜山さんです。第1ブロック1位通過は見事全勝で決めました羽より酒です。さあそして2位通過で惜しくもその羽より酒に対してしまいました2勝1敗エクスペンダブルズ。そして2位通過が2勝1敗エクスペンダブルズ。第1ブロックは今の上位なるほど、はい、では続きまして第2ブロックを進出する1位ですね。さあそして第2ブロック1位通過全勝で決めましたネメシス。そして2位通過が先ほどの試合で2位を決めました2勝1敗ネメスマイゴ。さあ2位通過2勝1敗ネメスマイゴ。久々の決勝トーナメント決勝トーナメント準決勝始まりますが準決勝1試合目が花より酒対性別迷子の戦ですね。なるほど、このさっきのノリノリの勢いのまま性別迷子は行くか、ただここで花より酒を落とすわけにはいかないと。はい、そうですね、アドバンスカップ初優勝かかってます、はい、大事な、はい、大会です。前回はちょっと相当焼け酒を入ったとの噂を聞いておりますので、はい、ただここはね、まあ、ね、本当は1点、あと1点っていうところでしたかね、はい、ただ前回もここ準決勝はしっかり勝ち上がってたんで勝ち上がってます、はい、決勝戦で、ネメシス相手に2セットともオーバータイムで負けると。いやあの試合は、まあ、ネメシスがうまかったって言ったらそれにつけちゃうんですけど、試合、そうですね、ちょっと正直2セット連続で取られるとは思ってなかったっていう風に出たのと、さあちょっと緊張してるんじゃないですか、表情がちょっと花より酒ちょっと硬いかもしれませんよ。しっかりリラックスしてほしいですね、ここは。対して久々の決勝トーナメント進出。そうですね、こっちも注目ですね。ただやっぱり長くや歴で言ったらね、多分性別迷子が長いですし、はい、作戦を立てる力はもしかしたら性別迷子にもちょっと有利があるくらい。本選手は非常にね、あの戦略飛んでる選手ですので、はい、いろいろ考えてくるんじゃないでしょうか、この試合。純粋なこう力と力のぶつかり合いにするんじゃなくて、そこをどう制していくか、はい、まあ、ただ純粋なやり合いでも今日かなり動きがあるユッキー選手も、そうですね、本選手仕上がってるように見えるので、ユッキー選手は特にこのおめでとうパワーで、うん、ここはもう勢いに任せてって言ったらあれですけど、勝ち進んでほしいですね。はい、それでは30秒終了です。さあ準決勝1試合目ですね、はい、花より酒対性別迷子、まずは第1セットです。はい、ありがとうございます。さあ、それではお返ししたいと思います。いきます。花より酒の準決勝1本目です。それでは参りましょう、ハードファイト。さあ、先制点花より酒入っていきますが、すぐ取り返して1対1。あー、うまいですね、はい、2点同時に来ました。ユキ選手、少し攻撃的な、そうですね、4-3-2-1で来ています。あ、ただ、アンテッカー選手のサポートもしっかり機能してます ね、 すね、はい。さあ、ただ、点数6-2、4点リード。ユキ選手が前を往復しているところを捉えるのが非常に花より酒はうまいですね。で、ポン選手も1枚残すのが非常にうまい、はい、そうですね、結構粘っているところがありますが、ここで捉えてしまう10-3。
はい、ここでシールドを固めてくる、ここの川原選手もうまいですね、非常に。さあ、ラスト20秒、13対5。そして夏子選手の1枚が、なかなか抜けないですね。抜けないですね。はい。はい、やはりあんまり球が集まってないところもありますね。そうですね。はい、セブンス前後側としては、はい、ちょっと狙いが定めきれてないのかなという。終了。今17対7で、まず1セット目取っていったのは花色さんです。ありがとうございます。さあ、それでは点数で見るとやっぱり全員ま。迷子側は全員マイナス、花咲が全員プラスっていうことでもう実力で圧倒したという言い方がちょっと当てはまるぐらいかもしれないですが、はい、ここからどういう修正をしていくか、ね、セブンス迷子決勝トーナメント2セットあるのでここでちょっといろいろ生物マイクはいろいろ組み替えるなりちょっと考えるなり、さあ両チーム作戦会議が行われてますが、やっぱり花よりさっき先ほどの夏子選手の1枚といい、ちょっと残す技術、狙うだけじゃなくて残す技術も兼ね備えてきたあたりはもう本当にトップチームです ね、 そうですね、まさに。それでは2本目開始いたしましょう。さあ準決勝1試合目の2セット目ですね、始まります。さあ準決勝2本目です。それでは参ります。ハーフファイト。さあシールドの展開等がないですね、はい、ただステータス少し性別内容が変更してきました、ね、3421というステータスに変えてきました。あーただあーしっかりととどめを刺している花より酒、ただしっかりアンティカ選手から声が飛んでいるので、さあただここはうまいですね。強いですね。花より酒7対2、5点リード。あ今のアンマイコン選手うまいですね。ここでしっかりとシールドを展開してさあリードを広げようと。12対3、ここで取ってきた先月前の7対3、うん、さあただもう点差が開いて残り10秒、花咲がさらに一気にポイントを稼いできました。14対5。さあしっかりと広げて花より酒勝利です。さあ見事性別迷子を破り決勝トーナメント決勝戦ですね、進出決めたのは花より酒です。いいですね、ここはしっかり安定してできました。さあ前回のそのネメシスの決勝戦オーバータイム2本は勝因でいうと僕はカブトムシさんがオーバータイム中かなり球が集まってるように避け続けていたのが印象的だったかなと、はい、ということでそのカブトムシ選手の回避で特に相手が声を出してくるチームだと1枚って言われた時にみんながそっちを向くんですよね。そこで避け続ければ避け続けるほど、あ早く倒さなきゃっていうこうちょっと焦りっていう意味でメンタル的にはちょっと弱い部分焦るんで、そこをさらに避け続けることでかなりもうメンタル的にも球数的にも他の人に球がいかない、その間にまあ後ろの矢野選手だったり別サイドのジオン選手がよそ見している相手を抜いていくという展開がもし見られればかなりセネミスの勝ちパターンに近いのかなというところで、一つカブトムシ選手がちょっと注目していきたい。それでは1本目、はい、準決勝2戦目ですね。まずは第1セット、ユースペンタブルズ対ネメシス。それでは参りましょう。ハードファイト。おー
ていきました。宇野選手やはり球速いですね。4321。3対2、まだ分かりませんが、はい、逆転まで持っていったネメシス、すぐ追いつきます。あ、答え5、譲らないですね、はい、さあ、ジュノン選手からもかなり大きな声が飛んでますね、飛んでます。あ、8対5、3点目、うまいですね、宇野選手がしっかりカブトムシ選手を抑えていますね。スナイパーとして非常に、はい、点数取れてます。でこの右1位という声が飛んで、さあカブトムシさん、あ、ここでちょっと打たれてしまったか、はい、やはり4321、宇野選手非常に効いてますね、 6KO。 さあヒットレートも 50% 近く取っています、宇野選手。さあここで渋谷さん選手のこのシールドを使おうという声に反応して、しっかりシールドを使い切っていますね、はい、終了。さあまず1本目取っていったのはエクスペンダブルズ。あ、非常にね、宇野選手がスナイパー機能してましたね。僕が言いたがってエクスペンダブルズの気迫はこれです、まさに、うん、この声掛けとこの気迫と、はい、そしてケオが全部噛み合うとこういういい流れが続いていくと、あの15点も取ってますからね、ネメシスから。そしてさあここでサイドのいないエクスペンダブルズとは対照的に、ハト監督からネメシスの方には直接これがどう効いてくるのかと。さあ先ほどちょっと挙げたカブトムシ選手なんですが、しっかりと対面していた宇野選手が抑えてましたね、はい、4321で意外と高身長から低姿勢に行く選手、かなり抜きづらいんですけど、宇野選手非常に捉えどころがうまかったですね。あれは相当な技術だと思います。2本目いきます。さあ準決勝2セット目ですね、エクスペンダブル対ネメシス。さあどうも、はい、どうも、さあエクスペンダブルズ1点取ってきましたよ。あ、やはり宇野選手が 4-3-2-1、 それ以外が 3-3-3-1 というパラメータ。そうですね、さあここでカブトムシ選手1枚で生き残っています。さあどこまで粘れるか。さあこれ吹かれてしまう。あ、さあただリードを奪う展開になっていますが、さあここですぐ追いつくエクスペンダブルズ。今のシールドお願いっていう声掛けもかなりうまかったですね。さあしっかり押さえています、はい、KO を取れていますエクスペンダブルズ。あ、甘いですね。だそんなに点差開かないか、はい、さあこのシールド展開してる間にネメシスを追いつきたいですが、さあ次の1点はエクスペンダブルズ。さあネメシス取りに行くことができるのか。9対7、残り時間が10秒。はい、いいですね、宇野選手もしっかり死角から狙っていって点数加算。さあリードを保って逃げ切ったエクスペンダブルズ。さあ最後1点差まで追いつかれましたが、ダメですが、しっかりとエクスペンダブルズが逃げ切りました。これでエクスペンダブルズの決勝進出が決定です。今度は渋沢選手がヒットレート 40% の合計を、うん、そうですね、はい、渋沢選手非常に大活躍。さあ来ましたね、来ましたね、3位決定戦です。性別迷子対ネメシス。ここもうちょっと、まあネメシスをここで落としたくはないですよね。本当は決勝上がりたかったでしょうけど、はい、前回のあれで優勝者のあるでしょうけど、そうですね、まあ、3位は絶対持って帰りたいと、ね、最低でも3位じゃないと、はい、強いと思います。さあ一方で、ね、性別迷子としては久々の、ね、入賞を、そうですよ、本当に果たしたいところだと思いますが、ブルーサイドネメシスによる3位決定戦を始めます。両者ともにね、さあ先
別迷子対ネメシスによる3位決定戦。今日勝ち積み重ねてポイントも性別迷子を稼いでますからね、はい、このままもっとポイントを取りに勝っちゃってほしいですね。そうですね、まあ、4位入るだけでかなりねポイント的には大きいので、はい、まあ、ただここは性別迷子から笑顔が見られますね、うん、ここは楽しんでほしいっていうか楽しむことが強さにつながると思うので。そうですね、かなり性別迷子って結構そういうところあるチームですからね。そうなんですよね、はい、あの1点勝ち取った後の笑顔をちょっとまた見たいので、そうですね、まあ、楽しんでいってほしいですね。それでは、さあ始まります、3位決定戦、まずは第1セットです。セット際の性別迷子は、許さえ決定戦です。ハロー、ファイト。さあ、安定感選手狙われましたが、シールド貼っていく、やや熱いですね。そうですね、さあ、1-3、3-3というシールド。さあ、そしてポン選手が4-2、3-1というパラメータです。なるほど、しっかり作戦練ってきました。はい、ちょっと考えてきたところありますね、性別迷子。さあ、ここで2枚目も割られてしまう。さあ、シールド処理非常に早いですね、ネメシス。先ほどと違って、安定感選手がかなり前に出てきて、ポン選手が後ろに行くというパスですが、はい、この作戦がどう効いてくるか。ただネメシス、さあ、後半戦入ります。3-7。さあ、このシールドあるうちにアドバンテージを作っていきたい。さあ、ここでただ早い、割られてしまう、4-9。そうですね、残り時間が20秒。さあ、そうですね、ちょっと4-2、3-1かな、だったポン選手、うん、1K を取れてないのはちょっとそうですね、きついですね。さあ、最後シールド分厚い。さあ、ネメシスしっかりと握り体勢を図っていく。で、試合終了。5-17で、まずは1本目、ネメシスが取っていきます。シールドの最後の集め方、うまいです。1本目に参りましょう。カブトムシ選手 62% で、ちょっと脅威のストレートでしたが、ね、ちょっとね、安定感選手とそうです、ね、カブトムシ選手のマッチアップ相性がちょっと、うん、そうですね。はい、それでは、ありがとうございます。ご視聴していただいたのに、参加です。嬉しいです。カブトムシ選手の動きってやっぱり、すごい、真似できないんですよね。あの動き、高身長の人って、でも波動界隈に、まあ、少なくはない、はい、ちょっといると思うんですけど、あそこまでしっかり高低差出すの、意外と難しいんですよね、いや、あれって。はい、そこまで羽本当に人丸々1人分ぐらいの高低差出せるのは結構すごいので、それがかつしっかりチームの中でそれが生きているのがやっぱネメシスの強みなんじゃないかなというふうに僕は感じますが、それでは2本目参ります。さあ、3位決定戦2本目ですね。ファイト。性別迷子がどういう作戦で来るのか。さあ、サイドはポン選手と安定感選手チェンジしてきましたね。さあ、シールドはいないですね。3-4-2-1のユキ選手、安定感選手は2-4-3-1。スケールを大きめできましたね。はい、さあ、ここで2対2追いつきます。ただ同点ですよ、ここは。さあ、ここでポン選手とカブトミ選手のマッチアップ。そうですね、はい、ちょっとフォーメーションも変えてきますね。そうですね、残してますが、あ、はい、ここはうまいですね、ネメシス取ってきました。さらに追ってくる、3対4の逃げ切りと。さあ、ここで点数重ねていくネメシスですが、4-7、3点リード。そうですね。さあ、ラスト30秒。さあ、ここでじわじわと点数開いていきますネメシス。ちょっと点数が伸びていないか。いや、シールドの使い方も上手いですね。上手いですね、はい、しっかり1枚1枚の残る時間が非常に長いですね、ネメシス。さあ、ここちょっと追い上げが見えます。そうですね、はい、追いついてはいく、いきますか。あと一歩。およバズ。
さあ見事3位輝いたのはネメシスです。これは先ほどとは変わって3位はネメシスです。おめでとうございます。先ほどの展開とは違って、はい、後ろの柳選手が KO を取るという展開でしたね。これはさあただね、見事決勝トーナメント進出をした性別迷子、はい、4位という結果になりました。この復調の兆しをちょっと忘れずにこのままちょっとね、はい、これからも盛り上げてほしいというか、もっともっと見たいなという思いありますね、これは、はい。さあ決勝戦です。花より避けたいエクスペンダブル、両チームともかなり集中というか緊張というか、はい、いや花より先としてはもう何度目の決勝戦だとそうなんですよねもうところですか。ここで負けるわけにはいかないと、というかここでもう勝たないと何回同じことをする。そうですね、はい、それではレッドサイド花より避け、ブルーサイドエクスペンダブルズによる決勝戦始めたいと思います。両チームともにレイ、お願いします。非常にちょっとね、ヒリヒリした。そうですね、これはまあ、やはり両チーム笑顔がない、はい、ニコニコ集中している、はい、握手でしたが、まあ、いろいろ考えるところはもう考えることしかないかもしれませんが、ここはあ、少し和やかな感じをやりますが、これ多分試合が始まるとすぐに切り替えていくと思います。はい、それでは3人終了です。さあ、準備始まりましたね。決勝戦、はい、決勝戦1本目、花より避けたいエクスペンダブルズの決勝戦、まずは第1セットです。花より避けたいエクスペンダブルズによる決勝戦です。波動ファイト。さあ、シャトル掛け始まってますが、さあ先制点は花より避け、さあ全員パラメータは3331。さあ2点連続で取ってきましたね、はい、田中の選手の1枚がなかなか抜けないエクスペンダブルズ。さあ、これで夏子選手1枚抜かれますか、はい、ちょっと先ほどより声がちょっと少ないかエクスペンダブルズ。あ、なかなかね、後衛の田中選手の1枚が、ね、はい、なかなか抜けないエクスペンダブルズ。さあ、セットさあ、この隙に花より避けガンガン点を取っていく、7対3。ああ、そうですね。いやー、残してますね、残してますね。はい、いやー、なんかね、ずっとやっぱ1枚残ってると、気がそぼろになってしまうところありますからね。さあ、まだ 0KO です、ここ。はい、あ、花より避け、これは強い。花花選手のやっぱ1枚残しが非常に効いてますね、はい、シールドも全て使い切って、さあ非常に安定した戦い方を見せてきました。さあ、ここで試合終了。さあ、これはかなり会心の試合でしたね。もう完全にあの1枚に試合を翻弄されましたね、はい、はい、それでは端末全て起動しましたね。さあ、ただこれを踏まえてエクスペンダブルズを締めるかと。さあ、決勝戦花咲一本取りました。これで勝てば1優勝、エクスペンダブルズはもう1本。さあ、フォーメーションは同じような形できましたが、いろいろ話し合ってますね、両チーム。はい、決勝戦の2本目が間もなく始まります。エクスペンダブルが取れば最終セット、そうですね、花より避けが取ると、花より避けのアドバンスカップ初優勝が決まるといきますという試合になります。さあ、始まります。決勝戦2本目です。ハードファイト。さあ、先制点エクスペンダブル取っていきます。先制点取っ
さあパラメーター宇野選手が 4-3-2-1 に変えてきました、はい、宇野選手得意のパラメーターに戻していきます。あただはめるだけ、はい、リードを奪っていく、1枚残して、あうまいですね、しっかり取られてきました。さあ金田選手の1枚、これ早めに今回の抜きたい、これ同じ目は同じペアに取っていけないですよ。しっかりこれを、はい、取っていく、3-3同点、あいいですね、あ声出てますね、エクスペンダブルズ。さあ拮抗してます、ボロッといってね、はい、花より酒がリードを奪っていく。さあここで2点差、3点差まで広げる花より酒。さあシールド使いどころ非常にうまいですね、すごいいやらしい使い方をしてくる、はい、スペンダブルスからしたらかなりねやきもつきするシールドの使い方ですが、さあ3点差追いつけるか、エクスペンダブルズ、あ伸ばしてくれ、ここでさあラスト10秒、さあ粘るか花より酒追いつけるか、エクスペンダブルズ、さあ点差は広がる、さあここで終了、さあ13-8で今週は念願の花より酒優勝、おめでとうございます。いやー那須子選手思わず崩れ落ちる、これね本当念願でしたからね、強かったです、ね、よかった、これは話からしたら、はい、おめでとうございます。あこれはもう何が悪かったということではなくですね、花より酒の試合が良かったですね、強かったです、はい、しっかりシールドを固めて、あの後の展開、シールド壊されちゃったりとか、あそこで気を取られたりすると送られるんですけど、あそこでしっかり点数を開いたのが大きかったです。あというわけで、悲願のよかったですね、アドバンスカップ優勝を決めた花より酒、第3位から、はい、第3位ネメシス、おめでとうございます。第3位ヒメスにはこちら賞金1万円を贈呈いたします。おめでとうございます。サードプラネットは奈良さんの手書きです。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ、ジオンの一言お願いします。今回も鈴木さんと狙ってきてて、で予選はなんとか1点というか点数だったんですけど、決勝で少しの逆転に負けて、いや、あ、準決勝でね、準決勝で逆転に負けてしまって3位という結果だったんですけど、またこれから勝負していきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、デミスでした。ありがとうございます。おめでとうございます。では続いて第2位エクステンダブルズ、はい、エクステンダブルズにはこちら賞金3万円を贈呈いたします。おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあポイントリクエストいきます。弱いね、ちょっと今後のことを考えて、ちょっとリアルに考えていただきたいと思います。また会うので、ありがとうございます。ということで、2位エクセンダルでした。おめでとうございます。はい、では最後ですね、第1位花より酒、おめでとうございます。迫ってこないで、迫ってこないで、ちゃんと渡すから。はい、ということで、おめでとうございます。第1位の花より酒にはこちら、賞金6万円を贈呈いたします。おめでとうございます。写真撮ってますよ。はい、おめでとうございます。おられちゃう、なっちゃいます、おられちゃう。じゃあ、はい、お願いします。
です。これからも、もっともっと強くなって、次のアドバンス、でも、次のシーズンでもちょっと、そうでした。そうでした。スプリントの本戦で出るように頑張ります。ありがとうございました。ということで、1位の花井咲でした。ありがとうございます。はい、というわけで、アドバンスカップシャープ6の模様をお届けしました。優勝は見事、悲願の優勝、花より咲でしたね。おめでとうございます。いや、本当涙涙の、いい試合でしたね。はい、ね、今までかけてきた思いがかなり爆発したような、はい、感動した大会になりました。いい大会でした。はい、あれですか、ここでロゼ勲章発表します。いいですか、これ、はい、今日ロゼ勲章と和心賞というね、はい、特別賞がね、特別にあるんですよね。はい、ロゼ勲章は、はい、ロゼ勲章は花より咲け、チーム単位にチーム単位でこれは差し上げたいと思います。ロゼ勲章、はい、いや非常に強かった。そうですね、はい、もうね、今日は花より酒でしょう。うん、じゃあね、この後の、はい、ね、お酒の楽しみのちょっと足しにしてほしい。はい、そして和心賞、和心賞は性別迷子さんですね。久々のね、決勝トーナメント進出を決めた性別迷子、ね、はい、まあ、ベストパフォーマンス賞だと思って受け取ってくれればいいなと。そうですね、さあ会場を盛り上げた、はい、あの渡辺取った後のポン選手のあの拳を上げたシーン、あそこが僕は印象的だったので、はい、和心賞は性別迷子さんです。はい、というわけでロゼ勲章は花より咲け、そして和心賞は性別迷子という、はい、特別賞でした。はい、というわけで、本日の放送をここで終わりたいと思います。ちょっとね、生放送できなくて申し訳なかったんですけども、はい、見てくれてありがとうございました。はい、というわけでまた、来週の試合がですね、バディカップですね。お、はい、そうですね、2対2で行われるバディカップという、はい、大会をお届けいたします。はい、また来週はですね、生放送できればいいなと思ってます。頑張ります。はい、というわけでまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。